よし、よいしょ、よし、到着。わあ、気持ちいいですね。綺麗、見事なリアス海岸ですよ。素敵。さあ皆さん、私たちがどこにやってきたかもうお分かりですね。21市町朝ごはん巡り対馬市にやってきました。ついに対馬ですよ。ねえ、どんな朝ごはん巡り合うんでしょうか。はい。対馬市編ラインナップはこちら。噛むとね、甘みがきます。もちもちと、いや粒がやっぱり大きいわ、美味しい。蜂を食べんように蜂蜜を食べてください。あ、分かりました、蜂蜜をね。あ、ちょっと緑色になってきました。見て見て、これすぐに粘りが出てくるんですね。美味しい朝ごはんを探して巡った対馬は、元気な食材と元気な人々に出会える島です。対馬市の朝ごはんで元気。九州と朝鮮半島の中央にある国境の島、対馬は自然豊かで独特の文化が生まれ育まれた場所です。皆さんはどんな朝ごはんを食べているのか、中心部伊豆原で聞き込み開始です。今皆さんにですね、どんな朝ごはんを召し上がってますかという質問をして、僕が旦那ご家族で僕の両親で、妻と結婚するためにこっちに。わ、すごい。昨日は、クエね、からそう、クエの鍋、美味しかったです。すごい、ごちそうになったので、それの残ったスープで、おじやを。美味しかったですね。そうですか、お魚はじゃあ満足されたのか。満足しましたね。全然違いますね。朝寒くなるとお味噌汁がいいですね。ナスビ入れたりとか、はい、椎茸とかね。すごい美味しそう。またそこに惣菜がいろいろある、ひじきの煮たのとか。母は対馬の出身で、そうなんですね。私もすごい久しぶりに来てみたくて。普通はフライパンにかぼちゃとか、ナスとか並べて、それを焼くんですけど、ベーコンでも乗っけて焼くんです。一緒に。でフライパンが開いたらパンを焼くんです。フライパンで焼く。そう。油があるからちょっと拭いて、で一応追いかけてちょっとさっと洗って、フライパンで解決するんですよ。そうか、フライパン一つでできるわけだね。あまりも、これは冷蔵庫整理、冷凍庫整理。すごい野菜が。これにはちょっとバターと塩をちょっと乗っけたりね。で、ウィンナーが。そうで、かぼちゃも。さあ、まずは対馬の中ほどにある豊玉町漁師町チロモの朝です。イカ釣りの船が港にあって、なかなか風情がありますね、まだ暗いうちから朝食の用意をするのは、ここで民泊を営む原田さんです。対馬には30ほどの民泊施設があります。それぞれのおもてなし、島の恵みが豊富な美味しい朝ごはんがいただけます。味噌を溶く、いい音がします。いいみたい。銀杏の宿、銀杏の宿というだけあって、後ろね、すごい。あれ大きなイチョウですよ、すごいですね。立派ですよね。おはようございます。ごめんください。おはようございます。どうも、お待ちしておりました。こちらが銀杏の宿で用意している毎朝の食事です。ありがとうございます。こんなにすごい、もうあるもので食べてください、あるものが多すぎて。その日に採れたものをね、出しているので、秋の今お野菜は自分で採れますが、保存しているのがひじきとウニと、これは主人のいとこが昨日釣ってきたもので、アラカブですね。アラカブのお味噌汁、はい、すごい。このちくわよく釣れる魚です。昨日釣ってきた、はい。もうこういうのをボーンと食卓にね並ぶっていうのがね、はい、こういったひじきも取っていらっしゃったもの、はい、そうそう、乾かしたものを倉庫に皆さん保存をしてるんですよ、この辺りのことはもう皆さん自分で欲しいものは取りに行くという感じ。そうそう、今日はちょっと行ってくるみたいな。
そんなチロモの朝の食卓に登場するのがカジメという海藻です。カジメもそうですよ ね、はい、カジメね、主人のいとこがサザエを取りに行ってるので、うん、その時にカジメもあったよってくださったのを貯蔵して自分たちも日頃に食べますので、うん、こんな風になってます。おー、どの時期に取れるんですか？冬ですね。冬、はい、じゃあ今から12月から 1,2,3 って取れます、ね、そして1年中こうやって保存して、はい、お味噌汁に入れていただきます。お魚のお出汁に合うので、ね、あ、お出汁にね、あ、あ、あ、色が変わる、ちょっと緑になってきました、うんうん、すごい。でわ、しかも見てみてこれ、とろみがすごい、ね、すぐに粘りが出てくるんですね。あ、そうなんだ。汁があったかいほどになりますね。そうですね、はい、うわ、いただきます。はい、噛み応えがね、うん、その硬い感じがいいんですよね、とろみと、うん、それからこうシャキシャキと、シャキシャキしてる、ちょっと食感がいいですね。食感がいいですね、うん、おいしい。イカの煮付けも美味しそう、うん、柔らかいね、うん、甘めの味付けがすごく美味しくて、私甘めなんですよ、うん、福島の人は働くとこがないので、うん、島外に出るけど、今は向こうから若者が来てくださってるんで、移住ですね、うん、島おこし隊とか、グリーンツーリズムとかの職員さんたちが頑張ってくださってるからですね。改めてあれですよね、食っていうか見直したりとか、うん、若い人たちは そうなんですよ、もう本当ありがたいやら感心するやらで、うん、島のお父さん、うん、お母さんって感じなんじゃないですか。なんかね、頼ってくださってね、うんうん、で、お船になんかいるんですね。これはうわー、あ、なんか来た、出たいっぱい来た、うわ、いっぱい来た。これが3日前に撮ったサザエ。サザエ、うわ。そしてこれが3日前に撮ったアワビ。アワビ、サザエとアワビが。すごい、お宝が。大きい、うわ。おいしそう。ずっしり重い。重い。漁に行った時にカジメがあったらそれを取ってきて。はい、漁の時カジメも取られるんですか。はい、そしてみんなに食べさせてやって。朝ごはんがもうカジメ。朝ごはんの味噌汁にそれ入れる。ああ、なるほど。前はそこにいっぱいカジメとかいっぱいあったんですけど。それがもう全然なくなって。はい、5年前からもうだんだん磯焼けがね。磯焼けとは海藻が減少してサザエやアワビ、魚にとって大切な住処がなくなってしまう現象です。さまざまな原因で磯焼けが起こり、カジメが取れなくなっています。みんな食べたくて待っとるけど、うん、今年これどうなるかね。カジメはこうして販売されています。大切に食べたいですよね。こんにちは、どうも、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、会社入って働いて何年かしてやっぱり継ぎたいなって思って、うん、そうですね、5、6年前に帰ってきて、ちっちゃい保育所の時から夢が漁師だったので、小さい時からはい、もうなるようになったみたいな感じですね。2人はそれぞれの船で父とイカ釣り漁をする漁師さんです。地元で頑張ってます。サラリーマンとかじゃ決まった給料じゃないですか、けど自分が頑張っただけ稼げるのが漁師のいいところです。おー、なるほどお二人の朝ごはんって言ったら何時のご飯が朝ごはんになるんですかね。そうですね、漁に出てた時はまあ大体6時半とか7時頃に家帰ってきて、うん、風呂入ってからなんで7時半とか8時ぐらいにご飯、一仕事終えてからの朝ごはんですね。何を召し上がるんでしょうか。そのまま余ったイカがあれば、うん、イカの刺身、普通のご飯と朝から刺身、はい、そういう時もあります。それは自分でさばくんですか。あ、はい、僕はちっちゃい時からずっと目玉焼きとウインナーで育ってる、うん、まあじゃあそれをずっと、はい、ずっとももでこの体になりました。背大きいですもんね。寿司橋の朝ごはんで元気に。次に訪ね
ねたのは対馬最大の稲作地域、あの生き物に出会えるかもしれない場所です。遠くの山がとっても綺麗。ここはバードウォッチング公園っていうらしいですよ。鳥を見るのね。わかったわ。ちょっと探すわね。夫人ですか？ちょっとどうですか？いい鳥います？なんか渡りの時期にはたくさん、ね、鳥も見えるらしいんですけど。そうでしょうね。遠くに見えるのはあれ全部田んぼですかね？そうですよ、広がってますよ。いいお米が取れるんでしょうね。あそこに待ってらっしゃいますか？の方ですね、こんにちは。こんにちは。春日目と言います。春日目さん、はい、あ春日目の亀を取って、ええ、亀米って言うことです。亀米ちょっと後ろ向いていただいていいですか？、はい、これかっこいい。本当だ、すごいわ。創業昭和58年、はい、あこれ私の生まれなんで関係ないです。自分の PR を。そうそうです。あなるほど、はい、春日目さんは何を作ってらっしゃるでしょうか？対馬山猫米っていうお米を作っております。対馬山猫米。佐護対馬山猫米、どんなお米なんですか？対馬山猫を、守るために、減農薬をして生き物がたくさんいるので、はい、餌場として、はい、農薬を少なくすることで、少しでも暮らしやすいような山猫にとっていい田んぼということで、昆虫とかも育つような、そうです、そういう土地だということですね。はい、そうです。あ、だから安心だと。はい。現在対馬に100頭前後しか生息しないといわれる対馬山猫、カエルや昆虫、ネズミなどを取って暮らしています。生息が確認されている佐護地区では2009年から環境に配慮した山猫と共生できる農業を続けています。で父が今会長なんですけど、地元に帰ってきたんでやっぱり地元のために何かできるかなというので、うん、せっかくこういう広々とした土地とかですね、自然があるので、うん、自分もこの米作りに携わりたいなということで、一緒にしました。なるほど、はい。じゃあ対馬にはなんで帰ってこようかなって思ったんですか？昔ながらでいう長男の宿命と言いますか。あそう、長男さん、はいはい、大変な部分もありますけど、やりがいはあっていいなと思ってます。あの看板に何かついてますよね。はい、カメラですね。カメラ。山猫がこういったあぜとかですね、水回りがあるところの側溝とかによくいることがあるので、こういうところ歩いてきたときにうずるんじゃないかなということで。ああそのためにいくつかこう設置してます。あの映像見てみたいですね。実際にここ通った時の ね、はい、その写真がありますよ。この耳の形や縦縞が対馬山猫の特徴だそうです。確かにいるんです ね。会ったことあります？実際に仕事してる時あります、あります。カエネズミっていうのが結構多いんですけど、それをパッて撮る瞬間を見たことあります。うわ、そうか、狩りをしてるんですね。そうですか。こうお米があって、そこに狩りをしてる対馬山猫がこう一生懸命狩りしてるっていうか。収穫した新米見に行きました。玄米貯蔵はしないんです、対馬は特に。今釣り米ってこの美味しさの秘訣の一つなんですけど、この状態です。ああ本当に、はい、もみのついた状態のまま貯蔵することによって新鮮のまま提供できるということです。対馬山猫米は注文を受けてからもみ殻を取り除きます。で落ちてきたのが玄米ですね。玄米を精米に変えます。ああ出てきた、出てきた。あすごい。なんかちょっとこう透明感があるっていうか、すごく綺麗ですよね。綺麗ですね。米粒の大きいのにちょっとびっくりしました。ありがとうございます。たまにこういう黒いのがあるので、これはカメムシとかにやられてる跡なんですよ。はい、体には害はないんですけど、こういうのをはじく識別センサーの機械を通して最後に袋を閉じて出来上がりた形です。一般的なお米より収量も少ないそうですが、すごく手間をかけます。販売は一般社団法人ミットが担います。新米がネットでも販売されていますよ。さあ炊き上がりました。春日目さんが作られています対馬山猫米です。いつものこちらが朝ごはんの風景ということで、
今日は、ね、わざわざ作っていただきましたありがとうございます。ありがとうございます、ね、ではいただきます、はい、いただきます。噛むとね甘みがきます。美味しい。もちもちとなんていうのかさらっとした感じもあるんですよね。美味しい、うん、確かにあの程よい粘り気こちらもあって、うん、いつもと変わらず美味しいですね。美味しいですか、はい、朝は何時ぐらいですか。そうですね6時半前にはご飯食べて、うん、お子さんたちもみんなこの朝から2杯おかわりしていきますお父さん作ったお米は美味しいけど、うん、お父さんや高爺より美味しいお米を作るって言ってくれてます後継ぎ決定、すごいわ、はい、弁当は遠足とかそのイベントがある時とかは、うん、お父さん作ってって言ってくれるのでキャラ弁とかを。それで嫁もここまでのクオリティは作れないので今度からお願いって言われてそんなにオーナー制度っていうのを山根小稲作研究会でやってて、はい、でオーナーさんになって一口3万になってくれたらあの、うん、田植え体験とか刈り取り体験とかですねしていただいて、うん、まあ、そういった方々かもオーナーがあってよかったです、美味しかったっていうコメントいただいてます、うんうん、もうどちらかというと原農薬よりも無農薬に近いような栽培方法でやってるので毎年肥料を変えたり、まあ、どういったあの土壌改良剤を入れたりしたら美味しくなるかとかですね、うんうん、それを工夫して父がやってるので、うん、まあ、それを学びながら去年対馬であった食味コンクールで、はい、あの1位2位を取れたんで、はい、親子で、はい、すごいじゃないですか。千島山猫を守ろうといろいろな分野の方が取り組む象徴的なお米です。千島市の朝ごはんで元気に、千島のあちこちで見る丸太のようなこれ八道というミツバチの巣箱です。対馬は日本ミツバチだけが生息する島です。西洋ミツバチがいないんですね。ということで日本ミツバチの養蜂家を訪ねました。こんにちは。こんにちは、お世話になります、はい、蜂を飼われてると。はい、どうぞ、はい、お邪魔します。お邪魔します、はい、長年ミツバチを飼っている大木さん、対馬の日本ミツバチ研究のすごい人です。対馬は丸太をくり抜いたあの八道と呼ばれる巣箱、はいはい、これが伝統的な巣箱なんですが、はい、あの作業がしにくいっていうのが、うん、それであの私は昭和55年頃には全部この重箱式に変えたんです。対馬、うん、の伝統を崩しました。あら、私は犯人ですもう、ま、丸から四角へ。そうです。これがそうですか。そうです。これって今蜂はいるんですか。あ、全部おります。あの中には蜂が全部おります。ヨーロッパミツバチより一回り小さいんです。小さいですね。でも本当に可愛いですね、うん、そうやって性格がおとなしいんです。なるほど。あ、綺麗。わ、綺麗。ちょっとなんかこれなるほど、すごい。これちょうどこの蜜でつながってるわけですね、うん、そうです。上下がね、それを切って包丁で、うん、たっぷり入ってますね。すごい、これ綺麗だわ。あ、落としていい。巣を作ったらどんどんあの蜜を溜め込むんですよ、はいはい、これ餌はまだ準備してないし、はい、蜂がこんなに飛び交う、はいはい、こんな働き出とるんだ。これ働きバチ、はい、すごい出てきましたね。だからカメラマンさん黒いですから、うんうんうん、いっぱい、もうすごいです。カメラマンの周り蜂だらけです、うん、今蜜たっぷりですね。すごい。うわ、一番ね美味しいのはね、あの酢蜜をそのまましゃぶる、あのまましゃぶる、うん、はい、これが美味しいんですよ。最高。はい、もちろんいただきました。なかなかね、食べられる機会がない。嬉しい。やっ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 。うわー、濃厚なのはドワーッとヘッパーに広がる、でコクがあって、
それは、ね、庭になってた柿と、はい、キウイとここに、ね、なってました。そういうのをね、それからトマト、これにも蜂蜜、うん、その上に乗ってるのは何ですか。生姜をね、すりおろして。生姜、美味しいです。これはね、本当に面白い組み合わせですよ。うん、すごく美味しいですね。この蜂蜜の甘みとこの生姜のピリッととトマトの酸味、すごく合います、ね、なんか食欲がない時とかにも、なんかデザート感覚でもいいですね。昔から身近に蜂洞がある対馬だからなのか、魅力的なメニューがどんどん出てきます。このね、ヨーグルトも美味しかったですよ。そして私はね、やっぱりこれね、トーストに蜂蜜うわ、贅沢だな。これが一番ですよトーストにね、蜂蜜。細蜜まで私はしますけど、はい、あとはお母さんの分。奥様のためにしてらっしゃるいや、奥様のためじゃない私はね、蜜蜂が好き。あ、蜜蜂が好き。お母さんは蜂蜜が好き違いますね、それは全然ね、はい、気候に左右される自然任せのなんですからね。人間はちょっとした手助けをしてやる。秋の採蜜、はいはい、こんな美味しいものを提供してくれる。だからね、あの蜜蜂会は楽しい。小さい日本蜜蜂の蜂蜜は量も限られています。分けてもらったお礼に砂糖水などを与えて冬を越してもらうそうです。対馬で販売もされています。大木さんの蜂蜜については対馬観光物産協会へお問い合わせください。対馬市の朝ごはんで元気に。対馬市の朝ごはんは自然の恵みがいっぱいの朝ごはんでした。今日の特集でした。